兼六園にはさまざまな樹木がありますので、ピンクと緑のコントラストで今まさに満開の桜がより映えて見えますよね。今月3日から無料開放されている金沢市の兼六園、ソメイヨシノや彼岸桜など園内におよそ400本ある桜は今がまさに見頃となっています。午前中は気持ちのいい青空、さらにポカポカ陽気とお花見に適した気候で、訪れた人は満開の桜を眺めながら歩いたり写真に収めたりと、それぞれに楽しんでいました。綺麗しね、最高です。暖かくね、寒くもないし暑くもないし、はい、コロナで全然出なかったじゃないですか。だからもうすごい気晴らしにもう気が晴れます、すごくとても綺麗で、ぜひ帰れば兼六園にと思ってたので、よかったです、ありがとうございます。人生の節目の日をこんな満開の桜のところで迎えられるっていうのはどうですか？嬉しいです。すごいですね、なんか子供できて初めてこういった公園とか予約出れるようになったんで、いやすごい良かったです。小さい時に満開の桜と一緒の写真が残ってるなんていうのは、そうそう、それが目的で来ました。将来的にはすごくいい思い出になります。兼六園の無料開放はあさってまでです。